こちらファミリーマートのお母さん食堂タルトのチキン南蛮を食べたいと思います。なんか南蛮の下に何か見えるんですけど、それも含めてなのかな。タルタルソースの色は美味しそうですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。これが南蛮チキンですね。タルタルに絡めていただきます。レンジ加熱することでマヨネーズの油がほどよく溶けているのか、マヨネーズの酸味がなくて癖のない味になって、それが鶏天とよく絡んでとっても美味しかったですわ。下の方のスパゲティいらなかったかなって思いますね。なんでわざわざ入れたんだろう。スパゲティいらなくてもね、鶏肉もうちょっと入れてほしかったなっていう部分がものすごく強いので、これはこちらも検索させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。